大体最低なのヤフーニュースだよ。ヤフーニュースのコメント欄見てみると便所の落書きだから、あれ書いて喜んだやつって最低2チャンネル以下。ヤフー直さないとあれ問題になるよ。ヤフー孫さん、投資ばっかしてたのにちゃんと足元見た方がいいよ。あと川辺だ、川辺。おい、ヤフー社長だろ、あのヤフコメどうにかしろよ、あんなクソみてえな。おい、俺全部売ったよ、誹謗中傷で。これから Yahoo なんか見ないよ。 Yahoo ニュースなんか取り上げられたってさ、どこのニュースか見てみ、元が文春とかトースポとかだったら、そんなん適当だから悪いけど、でも最近トースポ頑張ってる、うん、認める、うん、いいと思う。なんかやっぱり返しに来たって言っちゃ悪いけど、うん、俺は全部スポーツ紙に付き合いがあるから知ってるけど、うん、こういうこと知らない週刊誌と全部付き合いあるよ。ヤフコメどうにかしないとあれ訴えられるよ。俺は訴えるよ、少なくとも。あんなもん、ね、掘ってるヤフーが悪いっつって。